はい、どうもこんにちは、オキラの杉です。今日はね、ポケモンカードサン&ムーンのデッキビルドボックスウルトラムーン、これ開封してみようと思います。いや、ポケモンカードを挑戦していくにあたって、どういうふうにカードを揃えていこうかっていうことを非常に今悩んだんですね。で、まあ、いろいろネットを調べたら、まあ、このデッキビルドボックスのウルトラムーンが、一番最初に買うといいんじゃないかっていう話があったんで、まずこれを開けて、そしてこれをベースに、ポケモンカード挑戦していこうと思います。そういうわけで、まずちょっと開封だ。で、入ってるものがね、で、入ってるものが、カードのリストは、グッズはハイパーボール、フィールド、ハイパーボール、これが4枚、フィールドブロワー1枚、レスキュータンカー1枚、こだわりハチマキ1枚、すごい辻沢1枚、バトルスターチャー2枚、カリウシ1枚で、サポート、アセロラ1、グズマ1、シロナ2、リリエ2、N2、プラターナ博士4枚、それから、エネルギーカードが結構いっぱい入ります。で、それからグッズとかいろいろ入ってるようで、いきます。まず開けていこう。入ってるものは、ちょっとかっこいいね、かっこいいボックスや、うん、結構いいボックスですね、かっこいいな、うん、で、ここから開けるのか。よし、開けてみよう。こうやって開けるのか。はい、では開けてます。あれ、開けたい。で、中身は、はい、こんな感じでございます。まず、カードパックが強化拡張パック、ウルトラフォースが3つ、それからウルトラサンムーンのパックが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個です。そしてエネルギーカード系、ね、結構いっぱいあるわ。これだけあればデッキ組んだりするのには、はい、困らないと思いますね。それから、サポート系のカードですね。あ、はい、このよし。というわけで、早速今回はまずこっちから、はい、この強化拡張パックの方から開けていこうと思います。間違ってカード切っちゃわないようにしないと。入ってるな。まずこっち入ってたのが、はい、深まる。それから、基本エネルギー。グレークル。マキシ。電磁木。もう一度、グレークル。基本エネルギー。リオル。マッシュブルーン。鋼鉄のフライパン。コイル。で、基本。でね、基本の格闘系のエネルギーで、ポッチャマ、豪華ザルで、ウルトラスペース。知らないカードばっかりだな。そして次ね、こっち、これまでくる、せーの、これをうまく切れてなかった、うまく切れてなかった、うまく切れてなかったっす。よし、
ちもそうだな。うまく切れてない。これだけのカードを把握していくのは、結構大変じゃないかなと思ったりするんだけど、うん、頑張って覚えてきます。それじゃあ早速中身チェックはい、まず深丸リオルスコルピーデンジサポート、雪の、それから何だこれ、ウルトラ全力幻のポケモンをもらおうキャンペーン、キャンペーン、キャンペーンコードを集めて幻のポケモンや道具を君のゲームで受け取ろう。なるほど、これちょっと別なやつね。で、エルミカールゲ、ブイゼル、エンベルト、ツガイドス、またあるで、ミミロップ、謎の化石、フローゼン、カバルトン、デスキュータンカー、してまた、で、ハンソン、ヤングス、アローラサンド、ウォッシュロトン、あーあったなー、はい、シェイミー、でまたこれ、コリンク、ミニロル、お取り寄せパッド、それからグレーシャ GX、よし、不思議な雨。ガバイト、マナフィ、ワンテ、ガブリアス、ドラピオン、で、コリンク、イーブイ、ユキカブリ、ドクロック、マーマネ、で、ポッチャマ、フカマル、ヒポポタス、ギラティナ、これも種ポケモンだけどなんかキラキラしてる。で、エスケープボード、で、ポッチャマ、フワライド、エール、不思議な雨、アローラサンドパン、で、バチリス、グレックル、ルクシオ、ジジイロン、フロストトン、もうこれ結構集まったの。ちょっと後でじっくり読んで、どういう風に使えるのか。このなんか、幻のポケモンをもらおうキャンペーンカードっていうのをね、あとちょっとチェックしてみます。そして、だ、こっちは、そしてこれは、はい、エネルギーカードですね。これだけあれば十分足りるかな。ちょっとまだ、もうワンセットぐらい欲しいかもしれないです。そして、こっち。一応これもね、全部読み上げましょう。アクアパッチ。ネストボール。ハイパーボール。で、フィールドブロワー、
レスキュー単価、こだわり鉢巻き、アセロラ、グズマン、シロナ、シロナが2枚か。で、リリエ。で、ダブルの無色エネルギー。で、すごい月竿。で、ダイブボール。そして、バトルコンプレッサー。バトルサーチャー。PP マックス。軽石。で、闘魂の回し。アズサ N コルミ忍者ごっこで、カタン博士、ポケモンネンチャー、ミツルで、うねりの大河で、次元の谷、そしてダブルドラゴンエネジー、これだけのカードが入ってます。うん、とりあえずね、入ってるのはこれだけなのかな。拡張パックウルトラムーンが10パックで、強化拡張パックウルトラフォースが3パックで、カードが、158枚、うん、カードボックス1個これか、うん、これ結局うん、それでは、このカードベースにいろいろデッキを組んだりして、近いうちにポケモンカードのバトルのイベントとか、あったら参加して遊んでいこうと思います。でもう少しカードいろいろあるんで、ちょっとそのあたり、試行錯誤しながらデッキを組んでいってみようかと思いますんで、これからの動画の中でポケモンカード、そしてポケモンカードだけじゃなくて、遊戯王とか、バリファイトとか、カードの方、ちょっと手を出していこうと思います。スローペースでやっていくことになるとは思うけれども、いろいろやっていこうと思いますので、今後お楽しみに。というわけで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。